完成であります。はい、じゃあ2本目いきたいと思います。で、2本目の方はね、中国の方かな、名前なってたかな、麻生さんがね、その福島処理水飲んでもなんともないんだってって言ったらさ、韓国のであった中国の方がね、飲んでから行っていただきたいって言ったらしいよ。まあそのままね、あのタンクの中に溜められてたから罰金はいっぱいだろうから、そのまま何もしないで飲んじゃうと、トリチウムじゃなくて雑菌で胃腸炎とかさ起こしちゃうので、そのまま飲むのはいかんと思うんだけど、何こう煮沸消毒とかすれば普通に飲めると思うんだね。まあ、別に塩素出すとかでもええでございますけどね。はい、で、まあ海洋は日本のゴミ箱ではないとか、いやお前が言うなって話だよね。あの黄色とか緑とかわけわかんない川はお前らのところにあるだろうかってね。お前らこそさ、いろんなものをゴミ箱としてさ、しかしだから引け取るやろがいいっていうねえ、どういう話ってね。飲んでから言えよって言ってるじゃん。でこれがさ、本気で聞いてる話でさ、はい、もう一個別のニュースを紹介します。なんと朝日新聞のニュースなんですけど、園田政務官、原発処理水飲む、飲んでみたらしいです、はい、飲んだらと言われたので飲んでみたそうです。はい、内閣府の園田政務官は31日東京都内で記者会見をして、東京電力の福島第一原発の処理水ね、これを、浄化したものを飲みましたよっていうニュースです。まあもちろんこの園田政務官がおっしゃってるんですけど、私が飲んだからといって安全性が証明できるわけではないが、意味はないが、要望が中国からのね、飲んでから言ってくれってあれがあったから思いましたと。今私だって普通にさ、消毒されてますって言ってくればさ、ここに持ってきてくればさ、飲むよ普通に。福島第一原発の処理水いいよ、飲んであげるよ。別に日常生活してても自然放射物質はさ得るんだもん、取るんだもん。これはさ、ちょっと変わるぐらいの話でさ、おそらくね、発がんレベルもさ全く変わんないと思うよ。はい、じゃこれでね、飲んだ政務官が出ちゃいましたけど、これに対して中国はなんていうのかな、見て見ぬふりをするのかな、見ざる言わざる聞かざるをかわそうかな。はい、とてもとても楽しみですね。まあ、麻生さんに飲んでくれとは言わんけど、まあ、飲めるんだよってのを日本政府が証明しました。飲めるぐらい希釈して処理し終わった水だから海に流すんだよ。です。ということです。はい。繰り返しになりますね。皆さんももし、福島に行かれたら、ね、福島の名水、第一原発の処理水、飲めるかわからないけど、もう、機会があったら、飲んでみていただければいいなと思います。私ももし機会があったら飲んでみたいなと思います。はい、飲んで、ただの水だという感想を近づけないと思いますけど、感想を申し上げたいなと思います。まあ、福島旅行に行く予定は今のところないんだけどね、まあ、行く機会があれば一気に寄ってみたいなと思います。皆さんはいかがお感じになったでしょうか。はい、皆さんで福島の処理水で乾杯しましょう。ありがとうございました。